空いてる B 筐体で、チロカの CP VS 神を、あ、これ配信台でやりたいな。これは配信台でやりたいんで、ちょっと飛ばそう。はい、面白そうな試合、広大の試合なんか、どんどん配信台に回してくださいね。じゃあちょっと回して、シリー、手がいじめ、バーサス、社畜の忘年会、これ慣れたけど、まあ、キリがないんで。社畜の忘年会。ただし、真の社畜はここにはいないっていうね。そうそう、本物の社畜は今日もここにいない。休日出勤でしょ。ちゃんと日曜日にお休みもらえてるだけ大丈夫ですね。配信台じゃない方で、シリー、手がいじめ、バーサス、社畜の忘年会。で、配信台の方で、千葉から CP VS 神を狩る者。名前かっこいいねんけどな、神の字が違うねんな。はい、とりあえず、デンさんと天地面 VS、N オ君と辻川君。じゃんけんして、コンパネだけ決めてください。で、配信台じゃない方で、手がいじめ VS 社畜の忘年会。先方は一応僕の方に、相手に聞こえないように申告してね。はい、神を狩る者、天地面のチームは聞きました。じゃあ、辻川君とのチームを教えてください。はい、先方決まりましたんで、A 筐体はもう始めてくださって結構です。さて、配信台の方は、キャラ的に、デンさんが、ちょっと髪の毛数本抜けてしまう。そんな試合。バングさんそうですよね。マイシリーズなんか10日間に何本かはね、むしられてるとか、胃に穴があくまであるっていう。でも、バングさん、ねえ、ちょっとタオカが専用にクロスチェンジしちゃうと、タケラいじめてしまうんで。あ、B 筐体、先方決まったら教えてください。社畜の方は聞きましたんで、手がいじめ教えてください。さて、配信台の方は、高段位の試合。13段、15段、12段、10段。なんだお前ら。いい加減にしろよ。どこまで数字段なんやっちゅう話ですけどね。はい、じゃあ B 筐体も決まりましたんで始めてください。ちなみにこちら A ブロック決勝、ごめんなさい、A ブロック勝ち上がり1チームと B ブロック勝ち上がり1チーム、敗者復活1チームで決勝は3チームでの総当たりとなります。さて、ちょっと目を離してる隙に、タオカカがバンゴタイルと取ってる状態、ここでワンコンボ、痛いよこれ。さあ、今回のバンゴはね、ムササビの術をコンボに組み込むという、ちょっとかっこいい。これは見えない、これは通らない。ガードポイント、裏に回って中段、これはガードしてる。お互いバリアゲージが、ピンク。リードしてるのは、辻川だこがガードしてる。投げ通る。バングドロが待って、ああかっこいいでござる。ミスったでござる。すべてひっくり返ってバングドロでござる。ああ惜しい。ああ位置が入れ替わ、画面がちょっとスライドしたのでコンボが難しい。これはもう勝ったの一本選手はデンバグ。さあ比較的タオカカの方が捕まえやすいんですが、バング殿は体力があるでござる。ネコさん固める。辻川殿が我慢する。デンバグ固める。ガードポイント攻略中ガード。しかしカカン取れず、表なんですけどみんなあれ前入れちゃうんですよね。さあ、キチボンボン。ジャンプ B が通って、コンボミス。しかし、まだタオの攻めは続く。強気にガードポイント。きっちりガードして、ガーキャンで切り返す。今度は、
あー、しばらくはしとりだから、ダメにし。いや、あるある。辻川君が白状した。ごめん、やってない。本人もわからないクラストリガー、相手がわかるはずない。これ1-1。いさあ、今作の田岡なんですが、まあ、ジャンプ 2B とジャンプ D のおかげで、すごく中継がしやすくなって、走り運び能力が上がりました。しかし、やはりアドリブが難しいんで、やり込み重要。しゃがばん暴れからきっちり、コンボつないで、アンコールがつなげず、様子見の選択肢。猫歩きから、あー、バソ、させるバソ。立ち回りに戻るが、大幅リードアット。ガンダッシュ投げもよく見ている。しかし、ブレイブルー、まだブレイブルー、まだわからないよ、これ。シャガマに流れて、オーバードール、殺しに行く。あーっと、ミス。まだある。まだわからない。紫投げ、ここはできる。バング殿のゲージが 100% でござる。さあ、勝ったのは、辻川殿が。さあ、あの、髪を刈る者のこの苦い顔、もう田岡が嫌やーっていう、オーラが。ニコ生の方の応援コメントで、あの、ジポカワさんって来てますよ。え、ジポカワさん？ジポカワさん。ジポカワさん。あかん。あかん。それ応援じゃないじゃないですか。いや、辻川先生はね、歪みないんで大丈夫です。まあ、あの、選手への応援コメントはどんどん、あの、選手にお伝えしていきますのでね、どんどんコメントくださいね。さあ、これも面白い試合ですね。辻川田岡がバーサス天地白麺。またここだ。このステージ高低差が分かりづらいんですよね。さてスタートします。天地麺がガードを固めて、あーっとジャンプリビーが通る。ミスる。当店はブラウン管になっております。さあ、この辺がやり込みを見せれるところ。さあ、あ、エンマがカウンターだが高さが合わない。ちょっと難しい。波動拳がヒットして、ツバーッカバストバスト。やらなきゃ死んじゃう。コードお互いバースト吐いて、おいしい。あーっと脇が甘いのは白麺だった。さあ、どうする。クラストリガー、猫さんアンコールはしない。あー、うますぎる。さあ、プップルドンの試合がいろいろあって、一方選手は転着面。立ち回りなんですが、まあ、のらりくらりしてる間に、お面のゲージが溜まるので、溜まる前に、まあ、捕まえたいんですが、あー、F 式わかるか。さあ、二波動拳から、表のジャンプリビー。もう一回。アホか、わかるか。わざ今生の声出ます、すいません。以後、死後には気をつけます。さあ、しかし、タオのターンが続く。あー、もう無理、それ。さあ、しかし、白麺さんなので、まだ会ってしまうのは怖い。紫投げ、ミスが出て、フラッシュトリガーから、3点取って、一気にタオの体力を、
3割ぐらいまで持ってくる。さあ、しかし辻川太郎がもう、ああ、雪か、全死んださあ、白面には最後まで油断がならないと、そんな言った試合ないよ。ですね、ちょっと白面さん、今回の火力はちょっと怖いので、なんか溜まる前に殺したいんですが、あまりやりすぎると雪風が飛んでくる。リベンジケースさあ出てくるのは大将 NO 15段スーパーサイヤ人やないか。さてスタート、ステージはレイチェルステージ、今回は選びません。さあ立ち回りと対策に TFO があるエノレイチェル、まずワンダウン取って、あーっとファジーの下とこに 2B 刺さって、ワンコンボアギトで落として暴れたところに通せない。試合を有利に進めているのは天着面、あー中段これは見えない。端に追い込んで下段買って帰る方面ダウン取って、さあどうする、白面さん当て身があるので変えるわけない。リリはい、じゃあ、空いてる V 筐体で天津チャーハン大盛りと家族の信者、あーっと重すぎる、そしてロスタイム発生。さあまだ、ああはい、チャーハンはチーム聞きましたんで、家族の信者、先方教えてください。その家族の君今日おらんけどね。家族の君今日いないです。あれ、家族の信者？あー、了解です。ちょっと進めてるうちにリードするのは天使白面、あー美味しすぎる。勝ったのは髪を刈る者、赤ペン先生どこ。じゃあブロックの決勝は配信台でありますんで、ちょっと待っててね。いや、ここやねんけど、ここも配信台でやりたいんですよね。相手ないんです。あ、配信空いたな。じゃあここやろうか。ユニバーさんのリバーサルスタジオ VS 体力低くてもはめれば関係ないねチーム。リバーサルフリーズ様、
いや、じゃんけんから勝負は始まってるんですよ。はい、はい、こっちはもう聞きましたんで、マトイ君とエスケ君。あ、いいですよ、もうこっち聞いたんで、嘘ついたら、ハリセンも伸ばすだけなんで。あはは。マトイさん、ね、OK? はい。あ、じゃあ同キャラさあ、会場の方ではガリレオさんがマトイさんにプレッシャーを与えていくスタイル。お前負けたらどうなるか分かってるよな。さっき、金字には負けないって言ってました。あ、そうですか。ま、100% 負けないって言ってた。金字には 100% 負けない。さっき、マトイさんが金字には 100% 負けないって言ってました。これやばいよ、負けたら。はい、会場はこの空気。あ、こういう空気がいいですね。さて、関西でも、講談同士の田岡対決。どっちだよ。まず初手を取ったのはマトイ。あー、バックステップに2ミリが引っかかるが、ゴシが距離が合わない。九死に一生。逆へ逃げて、立ち回りへ。さあ、ガジェットからコモミス。あー、ヘキサうまく割り込んでやり返す、バリアしている。若さの力、バカめという言葉でついて一歩引いた金次。ちゃんと直後で割って、波動拳がバックステップに刺されますと。さあ、まといがターンを取って、これは美味しい。お互いやばい仕様を知ってるのでバーストはします。さあ、この運びは、まといは、うまいんです。ボーリング置いて、飛ばせない。ポパーまでから位置を入れ替えて、橋はそれだけで、クール上げ、うますぎる。もちろんダッシュシーから位置を入れ替える。さあ、どうする？いいぞ？残る？残る？残った。さあ、どうする。あー、強気にいった。めっちゃ煽ってますね。あの、ガリガさん、なんか言いますか、マイクで。もう、なんなんやろ、このマトイ君のこの煽りは。ガリガさんがめっちゃ言いますね。弱いからいいですわ。さて、先方大将戦。エースケバーサス金次。さて、大将戦法戦、エースケバーサス金次。ちょっとそのネシカネ見上げてもらえませんかね。さあ、豆なんですが、今回のカルルの姉将棋技、一番少ないのはボランティアなんです。なんとも謎。さあ、この試合はもうなんかもう伝統的ですね。捕まった方が負ける。ただ、田岡が
較的捕まえやすいんですが、まあ捕まえた時リターンがそんなでもなかったんですが、今作リターンがありますんで、ちょっと捕まった時のあれがカルルが不利ということで、あー惜しい、挟んで補正が難しいが、疑似ガーフ表ボランテ運んでコンブレード紫投げ、さあ姉のいない時に追いやって、もちろん飛んできている、ゲネラルつないで、これは終了、あーっとカウンターだが、あーハノキヒット、しかし高さが合わないのがコンボができない、さあカルルガンガンガン入れてます、こうなるとカルルも死んじゃう、リードは禁じたほうが、しかしガーキャンで追い返してサイド立ち回りへ、ロシヒットコンボにできないが、姉とカルルを離すだけで十分、バーストで追い返す、あーうまい、ガーキャン読みだが禁じ我慢、さあこの読み合いは普段からやってるぞと、4番の読み合い、猫さん当てて、あっと補正が辛かった、ダンシングエッジラピットから2へコンボ、あっとミス、さあフリーザ様からのありがたい忠告、これ11バーストはタモ、まあこのラウンド中におそらくたまるんで、固める固める、6円に当たってしまい端まで運送、そしてあーネパリフレーム勝利が熱波張り、さあビバーチャで拒否力が大幅体力取って、さすがにバースト、さてこうなるときついのはカルル君、捕まえたい捕まえたい、この猫捕まえたい、この猫捕まえたいが、あーっと紙食う投げ、さあしかし投げは制限時間5秒ですんでコンボできません、ガードして挟まれて金軸が我慢する我慢する、さあ SK が体力を取ってて、これ惜しい、バースト分からなくなってきた、あーっとジャンプリングが通るか、読んでるか、カンターター姉で押して逃がさない、2秒まできっちりして勝ったのはリバーサルスタジオ、さあじゃあブロックの決勝いきましょうか、天津チャーハン VS 髪を刈る者、さあやはり後段が残ってますね、さあ先ほども申し上げましたが、各ブロック1チームずつ勝ち上がりで、配布数1チーム勝ち上がり、計3チームで決勝リーグの方を行います、今からそこちょっと長丁場になりますんでね、皆さん体力配分の方、はい、天津の先行聞きました、はい、天地面のチーム、天地面のチーム、先方どっち？はい、ああ、天使の方聞きましたんで。はい、じゃあ、先方聞きましたんで、座って始めてください。はい、ふさんも最初からです。上位1名ずつ決めて、あと残り全部です。はい。
僕の目の前でマトイ君がめっちゃ煽られてるって。さて先鋒戦はウトロさん VS 天智麺。さて今作のラグナなんですが、とりあえず可もなく不可もなくといった評価なんですよね。とりあえず、まあ、操作がしやすくて強いんですが、ちょっとまあ伸びしろが怪しいというふうに言われている今作のラグナ。そしてまあ白面の方が今回ちょっとシステムに相性が良くて、さあ特にオーバードライブが強いと定評のお面さん。さてまずファーストアタックを取っているのはテンチメン。さあウテロさんがラインを上げて 5B の差し込みからフェルス端に追い詰めてクラッシュがバリアを削っていく作戦。ジャンプにカウンター、あーっと斬鉄、さすがにここはバスト。さあ今回コンボ制限時間という縛りがありますんで、前半の方でダメージが大幅に取れる白面さんはだいぶシステムに愛されてると言っていいでしょう。まあ残念だけど2000後半減るんで、わーホタル、まあ、ホタルの指導補正がちょっと辛いのでそこまでコンボが伸びない3年弱。さてちょっと先駆けて B 敗者復活、ごめんなさい敗者復活は抽選始めていきますね。さあラグナの誰かドット、そしてワンコンボ取ってサイズ、ここは構成がきつい。最後ジャンピークワッタの天地面。さて2本目、さあ天地さんは確定状況じゃないとオーバードライブは使いませんね。意外と白面使いの方は開幕にオーバードライブっていう選択肢をよく見るんですが、あーいいと。さあ対空潰しも兼ねてしまった白面さん。天地面が待つ、リードしているのは天地白面、マガタマがそろそろ 5個、アギトカウンター、はいすいません B 形態空いてますね。じゃあ敗者復活の試合進めていきます。趣味定外いじめ VS 老子はよう。さてリードしてるのは白面、確認連下からワンコンボディレイダッシュ、この辺集中してる、おっと噛み合った、ウテラさんの方が若干早い、確認に、あーバースト使った。ナンボさんもっぺん言ってもらっていいですか。老子はよう VS 趣味定外いじめ B 筐体で進めてください。敗者復活第一試合です。で A 筐体はもう B ブロック決勝次やってもらっていいんで。はい了解です。さあ何度か申し上げてますがちょっと長丁場になりますので皆さん体力配分の方を気をつけてくださいね。さて配信台の方出てくるは大将のコンコンさん。テンさんちょっと公開コメントが危ないですね。おまわりさんこの人です。さて先鋒対処戦ジンバーサス白面、同キャラ青と違う。さて今作お互い評価が高いキャラなんですが、特にジンの評価が今作非常に高いですね。まあ弱体化点はあるものの諸々の強化が噛み合っているという。さあ西今回超強いです。頭無敵が、まあ前からついてたんですが、今回長いという。そしてこの突衝撃。
っとせっかちに段を取って膝で落とす。投げはジャンプで回避、下段からの連続音アギトで落とす。熱波狩り、あーっとエンマだったがきっちり状況判断してダッシュまで入れたが、さすがにコマは伸びない。ここで白面バーストを吐いてウールはジンに、おっと D から確認突破、地味にあの選手無双とね突破撃下段なんですよねあーっとカウント、これ惜しい。コンボ選択が問われるがきっちり殺しに来る。まあ、格闘ゲームでね、あの中距離のあの速い下段技ってどこまで行ってもどうしても当たっちゃうんですよね。そういう意味でもあの無双は強いです。そしてあの無双を警戒してるとあの 6B で固められてしまってあのこう負の迷路に陥ってしまうので、まあ、あとジンはあの守りが強いのもかなりのプラスですね。まあ、昇竜2種類と切り返し作業で4種類あるんで、そして体力が11500。おっと紫ね、これはきっちり抜けている。ああいうちょっとね混戦時の紫投げは結構抜けにくいんですが、ちゃんと反応していく。さあリードしているのは天使革命奇襲で1を、いちいち、ダウンを取る。曲がたまがないのでコンボができません。ジャンプし相打ち痛すぎる。ニリめくりあるバリアモルか。さあグレン確認からコンボだが、あー残鉄さすがにバースト 4C 残鉄のヒット率は異常。さあ大幅リード、あーきっちりこれ見てからか、この男なら見てからやってそう。3000取って、さあコンコンさんピンチ、連下勝負だ。しかしまだわからないきつい状況だが、あ最後は6人勝ったの髪を刈る者。さあ B ブロックの決勝いきましょう。社畜の忘年会 VS、ユニバーサルユニバーさんのリバーサルスタジオ。おいダブルじゃんけんかよ。ダブルじゃんけんとかもあかんで。天気強いわ。はい、じゃあ先方聞きましたんで座ってください。さて B ブロック決勝、まず先鋒戦は佐々木瑠璃スバーサス金字タワーか。さて今日の金字はトロットロに脂が乗ってるので
なんせ 100% 金次には勝てると言って的井さんを倒してるんでね。まず端に追い詰めてるのは金字太郎か。さすがにバスト切り返す。下からタケノコ出てきて、あのタケノコ、あの単発ダメージは低いですね。はい、B 兄弟で、あのモールドグナンポン VS 武田チーム、武田チームいらっしゃいますか。武田チーム、はい、ナンポンさんと試合です。そしてユニゾン、これは死んでしまうかな。残る。あー、下で悲しみの歯車。一本選手は禁じ。さあレディウスからするとね、一瞬寄ってくるタオカカは中断。これは小杉にきちんと外して殴る。すべてに嫁がフォロー固めてる間に嫁がいかにくい。あー、これはうまい。運んで、なんで端から端まで運ぶのこの子。さあさあ縦から攻めが続く。さあガーネット、ガーネット、テイガさんが怒りにくる性能。さあデュースはコパンできっちり潰して、立ち回り、禁じ無理をしない体力リードをしているので、さあテュースはきっちりコパンで潰す。今回判定が超強いんでね、潰さないとやられてしまいます。かー、うまい、捕まえる。あーっと、さあいろいろあったか。さあ金次の我慢勝ち、オーバードライブ。はい、2回目3回目、あ、ユニゾンは出ない。ガギャン、タオカカのゲージが 100%。 そしてレディスバースト入って、これはピンチ。ダンシングチからしゃがえ、さすがの金字タオカが強い。ガリレオさん出てましたっけ。出てないですか。さすがフリーズ様、なかなか出張らないですね。ギニューが強いんで。ギニュー強い。ギニューじゃないでしょこれ。フリーズ第2形態ぐらいあるでしょ。ないの。さて大将エアさんのライチ、これでもタオカカからすると結構ライチ嫌なんじゃないですか。ですよね。移動投げ、リジェクトミス出てて、さあちょっとコンボミスるか、問題ない。さあ千里、これはガードしている。打つ裏から低打コンボだが、ライチがちょっと低いので上りジャンプはちょっとミスる。さあ言うてる間にライチのバリアゲージがもうない。ボアリジのジャンプに入りが当たって走り運送、指針置いてクラッシュがガードしている。位置が入れ替わってさすがにまずいのでバースト表、
きっちり割っていく。さすがにガーキャン。さあシャガパンの甘いところをきっちりして、最後は猫にで殺しきる。さあ強い一本先生金次。さあ初対空。さあこの棒の立ち回りが多分面倒くさいんですが、きっちりさばいていく。ツバメ固めて、しかしダンシングエッジ逃げるが、惜しい。置き攻め。中段アクシーが走る。しかし、低空中が辛い。一通ゴン。かっこいい。頭がついたので、コンボが繋がらず、近似きっちりかかん。位置が入れ替わる。美味しい。さあ、エアバーストガマン、ここでオーバーダイブ。あー、ヘリすげえミスる。ここでオーバーダイブ終了。バースト。ザ・エアさん体力ドット。最後はランシングエッジ。さあ、これで決勝リーグ A2 チーム目が決定ですね。じゃあ、じゃあ、カズクレ信者と、これ、神高さんかな？神高さんとマラルさんのアッセンチーム。カズクレ信者います？カズクレ信者。はい。カズクレさんおらんのに。じゃあ、神高さんとマラルさん、はい。じゃあ、じゃんけんして、先方じゃない。コンパで決めてください。あ、そういえば、カズクレさん来る言ってましたね。あーちゃんさん、試合です。相手キャラが、ハズマと白面です。さあ、先方決まったら教えてください。相手に聞こえないように僕に耳打ちしてください。じゃあ、家族の信者さん、チームどうします？僕も聞きましたんで。はい。では、準備ができたら始めてください。
Please select your character. Lighty's failing. Hakumen. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. はい、すいません。じゃあ B 筐体の方でペアとコンサクラ本気出すチーム、はいはい、ペア対、コンサクラ本気出すチーム、あ、じゃあじゃんけんの方してください。あ、筐体の方で、どうしようこれ。ランレボアイチームと、先にハメでは関係ないよねチーム。ランレボさん。お前はまだアヘルだから
おる？B 筐体の方、先輩のキャラ決まりましたか？先輩決まりましたか？あ、聞いた。いや、まだ。A 筐体が、ランデボー I チームと、体力が低くても関係ないよね。じゃあ先輩のキャラ決まったら教えに来てください。じゃあお互い先方決まったので、開始してください。試合の方は敗者復活戦進行中となっております。ここに来てそれでもランレボ信者エースケのチームとランレボチームがぶつかってるんですね。結構面白いですね。先方北斗勢を倒せば指定対決。Yeah!
を捕まえて勝ったのはエースケ。さあここでエースケ VS ラレボ指定対決となります。ご注目ください。さあ試合はここでカルル同キャラ 1P 側がラレボ 2P 側がエースケ指定対決でご注目ください。1本目紫のカルルがラレボ、紫難しいな、なんていうのピンク、ピンクっぽいカルルがエースケですね。さあ試合数を重ねているのはエースケ、ランレオは少々今回リブロスに引きこもり組、対策が心配ですね。さあしかしその有り余るポテンシャル、まず崩してここはさすがにガード、ゲージを使ってコンボ繋いでいく、ここはこぼして、体力は4割ほどランレボ有利。さあ姉と姉がもつれて、あれ画面外本体同士の対決、ここでランレボ挟んでいく、師匠の意地を見せる。さあエースケは体力的に少々厳しい、焦っていくタイミング、しかしタイミング、タイムは残り40秒。さあお互い姉のゲージを見ながらリスクリターンを考えて踏み込んでいく、画面端エースケ、ここは逃がしてしまう。空対空制したのはラレボ、落としてエスケが攻めていく、ラレボがひらりひらりかわしてきっちり決めていく、1本目を取ったのはラレボ。2本目見ていきましょう。お互い距離を取る。さあここはさすがして取る行動が同じ。さあお互い姉を相手している、前に出て先ほどと同じ展開、ランレボが挟むが今回はエースケきっちりガードしきった。エースケの反撃が始まる。ランレボが捕まえてここはバスト、画面端逃がさない、対空早出しのジャンプ C で前 A を制していく、これはうまい。ランレボにワンチャンス、挟んで崩した、まだランレボのターンは続く、ガード崩れてここでエスケの反撃打ち上げてワンコンボ、ここからはエスケのターン、しかし逃がしてしまう。回避能力がランレボ結構うまいですね。さあ体力はランレボ若干より、さあごちゃってきた、よくわからない、ここでランレボの姉が壊れ、エースケのチャンス、このチャンスを生かしていきたい。さあランレボがおもむろに立ちし距離を置く、挟んでとりあえず挟んでいく、エースケにワンチャンス、ギジガーフ、体力は逆転わからなくなってきた、エースケ前に出る、姉を使ってピョンと跳ねる、これはいい判断姉を踏み台にした、よくわからない、何が起こっている、エースケの姉が壊れている、エースケ逃げる、一本取り返し1対1イーブン、これは面白い、一旦距離を取る、エースケの姉がおもむろに前に出る。さあランレボの姉の体力が早速残り2割、ランレボ挟んでこれはさすがに通らない、エースケは追い詰めていく、とにかくランレボは挟まれないように気をつけている。ここでエースケ挟まれて抜けていく、空対空うまい、挟めない、
一旦距離を置く。さあ一旦距離を置いて、アーネゲージの回復を図る。あ、じゃあ B 筐体の方買ったのは、制して、何でも目当てて、ここはガード。デッタングル一旦拒否っていく。さあお互い姉のゲージは微妙。ここはクールタイム。じゃあ、ダッシュ関数をつけて一気に反対に回っていく。じゃあ B 筐体の方で、天津チャーハンと、変シルフィアスチーム。もつれ合ってカウンターヒット、画面端を追い詰められたが、ここは抜けた。体力はほぼ互角。なんといういい試合。さあ、エース系が少し旗色が悪くなってきたが、しかし体力はリード。互いに姉ゲージが残り、わずか、ここでバースト。残りタイムあとわずか、エース系焦っていく。ランレムは逃げていく。刺さった、どうなる姉の仕事。これは捕まえたが、こちらが通せない。これは少し判断ミスだろうか、わずかに及ばず、勝ったのはランレボー。